はい、おはようございます、かっこいいギタリスト竹下敦史です、今日は3月12日金曜日です。禁煙を始めて、禁煙外来へ行ったのが3月8日ですから今日で4日目ですね。チャンピックスを飲んでみたんですが、私の場合は特に気持ち悪くなるようなことはありませんでした。で、お医者さんの方からどんどん吸ってくださいと、吸うと気持ち悪くなっていくので、まあ、自然と嫌になってきますと。確かにね、吸うと、まあ、私ピースを吸ってるんですが、ピースを吸った感覚がないんですね。ただ煙を吸い込んでるような、むせるようになりました。やはりね、ファイザー製薬すごいですね。成功するつもりでやってるんでね、必ず禁煙します。はい、それでは、スタジオリバーサイドは、気温22度、湿度はちゃんと 30% を保っております。それでは皆さんにとって良い一日であることを願っております。かっこいいギタリスト竹下敦史でした。